出色のシャシーバランスや解凍性。RLM ショートホイールベースの内側にあるシャシーやパワートレインは、完全にリビルドされているが、550マラネロのもの。こちらも新車時に BBDC 選手権へノミネートしているから、四半世紀を経て再評価されたと言える。この車が誕生したことで、世界が前より良い場所になりましたね。 とは、ジェームス・ディスデイル。トップクラスの最新モデルで競い合う選手権で、実力を示すとは想像していませんでした。とは、マット・ソーン・ダース。リチャード・レーンもコーナーへの侵入ポイントを探り、フロントをエーペックスめがけて切り込み、穏やかなテールスライドへ持ち込む。ドリフトアングルの深さは関係なしに最高の体験です。 すべてに恋へ落ちた感じです。と、熱く話す。筆者のメモを読み返すと、まとまった言葉は記されていない。つまり、自然吸気の V 型12気筒エンジンとマニュアルトランスミッション。フロントエンジンリアドライブというパッケージングが素晴らしかったということだ。ショートホイールベースは、11台で最高のドライバーズカーというわけではない。 それでも、シャシーバランスやアクセルペダルでの姿勢制御、不安感のない鋭い回答性など、出色の完成度にあった。一方で、ノミネート車両で一番安価なトヨタにはかなわなかった。両親や社会性といった視点で勝者を決めるなら、間違いなく GR86 が選ばれるはず。企業としても、 RLM 車とは新反対のポジションにある。自然吸気エンジンに MT、FR のスポーツカーへ。可能性を見出している点では共通するが、毎日味わいたいと思えるトヨタ GR86。11台のノミネート車両で一番お手頃なトヨタ GR86 は5位。行動で一層しなやかな足回りの動きを実現できていれば、 得点はさらに伸びただろう。初代の86より乗り心地は明らかに硬い。グリップが高まり、よりシリアスな設定になったのが少し残念ですね。限界領域も高くなり、行動で自在に振り回すことが若干難しくなったようです。とマットソーンダースが表現したが、筆者も同感だ。 がえってサーキットでは2代目の実力に納得。落ち着いた身のこなしとステアリングの感触に疑問はない。冷えたサーキットとタイヤ、ESC オフの設定が最高。毎日味わいたいと思いますし、永遠に乗っていられそうです。マットプライヤーがたたえる。こんなスポーツカーが英国では完売状態。 GR86 の供給量が需要をはるかに下回っていることが残念でならない。4位はマクラーレン・アルトゥーラ。我々を存分に満たしトップ3入りするのではという期待も高かった。しかし惜しくもそれに届かなかった。2022年の BBDC 選手権の熾烈さを物語っている。同時に 審査員5名の意見を2分したことも事実ではある。実際、2人は1位の得点をつけている。追ってご紹介する今年の優勝モデルも1位とした審査員は2名だった。ところが、GR86 より低い点数をつけた審査員もいたのだ。アルトゥーラの仕上がり自体に不備はない。従来のモデルとのつながりを感じる。 マクラーレンらしい車ですね。でも、どこか冷淡なんですよ。ジェームス・ディスデイルが悩ましそうに口にする。一般道でも最高のドライビング体験。マットプライヤーはマクラーレンらしい特性が垣間見れます。車任せにコーナーへ侵入すると若干アンダーステア。コーナーの出口が近づいた頃にオーバーステアに転じますね。 と印象をまとめる。リチャードレーンは気に入ったようだ。フェラーリ 296GTB よりドライバーに自信を抱かせてくれる感触があります。操縦系のチューニングが見事。前方視界は先代のマクラーレン同様に素晴らしい。サーキットでは輝きます。心から感動し、 異形の念すら感じたモデルが2022年には2台ありました。その1台がアルトゥーラです。と、マット・ソーン・ダースが同調する。ちなみに、1位の採点した審査員の1人が筆者だった。サーキットだけでなく、行動でも、最高のドライビング体験を味わわせてくれたからだ。少々性真面目すぎると評する人もいたが、 筆者はそうは思わない。他の高性能モデルとは異なり、アルトゥーラはドライバーの意思に従順なのだ。車が反抗的な態度を示すことはない。サーキットでは、滑らかなライン取りで最速に走ることも、タイヤスモークを巻き上げて悪ふざけすることも受け入れてくれる。しかし、惜しくもマクラーレンアルトゥーラはトップ3には入れなかった。 残ったノミネート車両は2台のポルシェと1台のフェラーリだ。つまらない忖度は一切ない。この結果を筆者は予想していなかった。果たして2022年の英国ベストドライバーズカーにはどれが選ばれるのか。まとめはマット・ソーンダースにお願いしよう。この続きは5にて。